明日の食卓研究所の石原夏子です。私には100年先まで伝えたいことがあります。それは母との思い出ご飯です。私の母は56歳で亡くなりました。亡くなる約2ヶ月前に余命宣告を受けて、本人の意向で家に帰ってきました。その時に母が私に何か一品作ってくれと頼んで作ったのがかぼちゃの煮付けです。当時母は余命宣告を受けたことを家族には内緒にしてほしいというふうに担当の先生にお願いをしていました。でも私たち家族はもうすでに母の病状であるとか聞いてたんですけれども、母が担当の先生にそのようにお願いをしたので、私たち家族と母は嘘をつき合うというような、そんな生活が続いていました。ですから今思うと、母はご飯が食べれるような状態ではなかったんじゃないかなと思うんですが、それを隠して私が作ったかぼちゃの煮付けを食べていました。背中越しに母が食べた様子を今でも鮮明に覚えているんですけれども、その時に私の作ったかぼちゃの煮付けを食べて母が言ったのが、安心したという言葉でした。決して美味しかったではなくて、母が言ってくれた安心したという言葉の意味を、それからもずっと、自分の年齢とか経験を重ねるたびにふと、どういう意味だったのかなと思い出します。かぼちゃの煮付けが作れるんだったら、これから大丈夫だなと思ったのか、これからの残された家族たちに対して言ったのか、でも安心したと言ってくれた、その時の様子を、今でも鮮明に覚えています。私にとってかぼちゃの煮付けは、母とつながる瞬間でもあります。私が皆さんに今日お伝えしたかった100年先まで伝えたいことは、母との思い出ご飯でした。最後までこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。